九州大学などは冷房の風の向きと快適さの関係を脳科学の手法で調べました。被験者が冷房の風が直接当たる部屋と当たらない部屋それぞれに入ってデータを比較しました。 その結果風を直接当てない方が緊張状態を示す脳波のガンマ波とベータ波の振れ幅が小さくなり脳の快適性が高いことが分かりました一方風が直接当たるとストレスを感じた時に出やすい脳波が見られたということです